はい、皆さんこんにちは、ちでございます。琥珀色の遺言ね、ハチハチやっていきたいと思いますが、ほんとこのゲームやってるとあっちゅうまだわ。やっていきたいと思います。さあ、キヌヨちゃんかな、これね、聞いていきましょう。キヌヨちゃんはちょっとね、あんまり情報がないと思うので、ね、これは日頃のルーチンをね言うてるんですよね。で、被害者について、立つのはなぜカズマさんを自殺にしたいっていうのかっていうところですね。カズマさんを殺したのはもう立つのになるのかなと、立っちゃんね。はい、じゃあ次行きましょう。あ、被害者について聞いたかな。あ、そうだね、次は容疑者だね。お母様がどうしたのと。ね、あやさんを中庭で見かけたと。この前のお父さんもとしいこさんなんでね、この子としいこさんの子供なんで、あの人廊下で私のお母様に出会ったらいつもお母様のことをじっと見てるのよ。もう間違いないわね。さあ、証拠品、この子が証拠品について、おお、来た、それはお母様のものよ。ずいぶん前にお母様の部屋で見せてもらったことがあるわ。そのブレスレットはお母様の一番大切な宝物なんですって。お母様がお父様と結婚なさるときに、お母様は嫁入り道具と一緒に持ってきたものなんですってと。これ、みっちゃんが結婚のとしいこさんと結婚する前に付き合っている人からもらったものだったよね、確かね。そんなこと言ってたのと思うんで、やっぱりまた、まだ、いやだから、としいこさんとは、したくてした結婚じゃないのよね。メーカーって言ってましたもんね。みつさん、みっちゃんはね、ちょっとルイさんとごちゃごちゃになりそうなんですけど。決まったな、これ。これは多分もう追い込めるね。これはちょっと、みっちゃんに会いたいんだけど、みっちゃんどこいるんだっけ。ウイスキーグラス、私そのグラス見たことがあるわ。あの厚おじ様がそのグラスでお酒を飲んでいたもの、綺麗なグラスだったからよく覚えてる。あ、これ言ってたっけ。おちょっとこの子意外にいろいろ教えてくれましたね。もういいね、この子ね。ここはもう、ここはもう何もないもんね。性欲っぱい。それがどうしたの私はと。みっちゃんどこいたっけ。あ、1階か。ちょっと待ってね。みっちゃんの部屋行ってみようか。孝太郎夫妻の部屋じゃないね。みっちゃん、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 みっちゃん。あ、みっちゃん上？みっちゃん上だっけ？あ、みっちゃん上だわ。はい、みっちゃん来たね。もう話しかけて、もうドストレートに行ってみましょうか。証拠品について、ブレスレット。あ、それは、追い込めないか、まだ足んないか。もうこれで追い込めたと思ったんだけど。そうか、まだダメか。いや、もう追い込んだと思ったんだけどね。まあ、書生の部屋に行ってみる？書斎はあっちだもんね。それか、まず書斎で、彼らを固めた方がいいのかな？証拠品、ブレスレット。トド君、これは変わんないね。進まないか、まだ。書生の部屋行きましょうか。はい、話しかけましょう。もうね、調べる。はい、証拠品について。はい、ブレスレット。それはと。被害者じゃないよ、容疑者について。あ、みっちゃんのこと知ってるでしょ、あんた。くっそ、まだなんか足んないのか。仕方ないね。じゃあ、またいつも通りのルーチンに戻りましょうか。勉強室終わったんだね。あ、絹代さんの部屋も終わったんだ。ここだね。この人もね、タヌキだからね。何かしらと。
しつこいわね。どうしてそう何度も事件のことを聞くのよ。私は何も知らないんだからと。アヤは私の質問に怒ったような声で返事をした。私は彼女のこの事件について何か隠し事を直感した。どうやら彼女も容疑者の一人らしいと。そりゃ驚いたわよと。こうかな。お父様ね、ルイさんのことを本当追い出したいと思っていたらしいのよ。でもこの人の言うことはちょっと当てにならないね。私知ってるわと。うん、こう言ってたね。お前の顔なんか見たくないっていうだけで追い出そうと思ってて、それおかしい。この家は結城さんを殺したと思っている大勢いたんじゃないかなと。あなたもその一人なんだからねと。結構しっかりした人よと。ね、ルイさんはしっかりした人よと言ってるんですけども、あやさんのことは結構意外に、全然しっかりしてない人なんだよねって言われてるんですよね、この人周りからは。はい、敏彦さんはねと、お父様に嫌われていたのよと。ミツさんが何かしたと。アツオさん何かしたのと。証拠品について、これだね。これすっとぼけてんですけど、まだなんか足んないんだね。その他のことについて、ここら辺は全然変わんないんで。あなたタロットカードもらってないかい？あ、そんなのもの興味ない。この人もらってたような気がするんだけどね。もう私が記憶にないんですよね、ちょっとね。タロットカードにおいては。書生が廊下をうろついていたっていうところで、あ、ブレスレットか。いやいや、ブレスレットは書生の部屋で見つけたから。で、事件当時？ん？私がブレスレットを見つけたのと、結城一馬さんが死んだ時っていうのは、私ブレスレット見つけた方が後だからね。時系列的に。私がブレスレット見つけてブレスレットを探しにうろちょろしてたっていう時系列にはならないよね。はい、凛太郎くんの部屋って誰かいたっけ？ああ、そっかそっかそっか。はい、李一郎くん。はい、この辺は全然変わんないんですよね。あ、ちょっとごめんなさい。咳出ちゃった。あ、ごめんなさいね。はい、何も話すことなんてないよと。証拠品について。本当に知らないかい？知らないみたいだね。ちょっと待ちくださいね。喉の調子がね。ああ、すいません。もう喉の調子が悪くてですね。ちょっと咳が止まんなかったんで、すみません。はい、行きましょうね。お母さんが好きじゃない。お母さんからの愛は多分ないんですね、これね。病気について。西洋コッパイ。ヨーロッパのお土産にね。何も知らないと。で、西洋コッパイ。これだよ、おじい様のだ。いつかおじい様が一人でそのカードを使って未来を占っていたんだよ。そしたらお父様に選んだカードはその恐ろしい死神だったんだね。そうだね、タロットカードだからこれは、孝太郎くん。孝太郎くんって出ないんで、甲骨太郎って打たないといけないんですよね。なんか孝太郎さん怒りそうだけどね、甲骨太郎ってどういうことって言いそうだけど。死神のカードね。で、そういう情報は入れたか。じゃあ次は梅さん。じゃあ中部屋におりましたと。話すようなことは何もないと。ゆきさんもいつも人に嫌がるようなことばかりされていましたと。容疑者、奥様は旦那様が亡くなられて、こう本当のところほっとなさっているのじゃないでしょうか。そうだね、ご機嫌をとってたと。だから俊彦梅の間、まあ梅さんは俊彦さんに恋愛感情持ってんのかな。持ってんだろう、持ってるというか、でも子供の方に寄ってるような気がするね。書生ですわ。実はあの書生はと。
私と同じく不倫をしていますっていう感じなのかな。でこの人もこの人もずっとボケるんですよね。この帯留めね。ねえ、すっとぼけるんですよね。まだ何か足んないのかい？その他のこと。私あの時ちょうど大廊下を、通ってたんですよ、と。そしたら客室のドアの向こうで何か、物音がするのでドアを開けて中に入ったら、おふみさんがお盆を持ったもん。これは、結城一馬さんの事件ですね。発見当時ですね。この小悪感が立った時、家族にそんな人おりませんっていうのは、李一郎くんが家族なんだろうね。平成横っぱい見せましょう。知らないんだろうね。まあ、この人たちは容疑者じゃないからね。はい。で、よいしょっと。まあ、今回が、最終日なので、もうこれでちょっと一応戻りましょうかね。来たのはどこ、ここ。物置まで来たんだね。で、こっから戻りましょう。ついちゃんと覚えてるのかな、移動ってした時に。あ、覚えてるね。えらいえらい。でもこれセーブした後覚えてるかどうかわかんないんですけどね。さあ、さあ、あ、それちょっと見てみましょうか。じゃあね、セーブしちゃいましょう。ちょっとそれをね、確認しちゃいましょうか。ちょっと待ってね。これセーブするでしょ。今回4番目なので、操作ファイルセーブしちゃうじゃないですか。はい、セーブしました。で、リセット入れて、あ、そうだ。ディスク入れ替えないといけないんだよね、これね。ほよ。で、こうだね。はい、何がしたいのかというと、ロードしてですね、ちょっと確かめたかったのね。ロードして、あ、ちゃんと1920シリーズって書いてるわ。ここにね。1920年代。まあ対象なんですよね。これで、これね、下手してまた4番でセーブしそうなんですよ、私。もうそれすると終わっちゃうからね、一気にね。あ、まあ、世代セーブが残ってるから大丈夫か。で、ロード。するでしょ。で、ここで移動で物置って残ってたら最高なんですよ。あ、やっぱりここはセーブされてないわ。前回まで行った場所っていうのがセーブされてないですね。1階の物置で出てほしかったんですけどね。そんなわけにはいかなかったようです。さあ、人間関係の分析いってみましょう。これは今週一度ねお見せしてますけど、千恵子さんが協力者になって、熊田さん、キスケさんね、キスケさんとタツノさんがもうタッちゃんがね容疑者になっちゃってるんですよね。というような感じで、どん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 千恵子先生がね、すごくもう好意に近いような感じになっているような気がするんで、私に対してちょっと怖いんですけども。さあ、証拠品の分析、思ったより証拠品の分析に進捗が悪いです。もうブレスレットね、もうミスのものってなってるのと、あと帯留めも決まってんですけども、あとこれもウイスキーグラスもね決まってんですけども、まだ追い込みません。平野梅のものってなんかすごくなんか変な感じがしますけど、これもね、綾のものなんですけど、綾のもので決定的なんですけどね、いまいち、ですね。まあ、これ前回見たんでね、これ飛ばしましょうか。で、前回とか、全然前回ぐらいに見たんでしょうね。まあ、メンツだけ確認しておきましょう。ね、トシコさん両方入っちゃった。そうだね。で、評価。評価も上がってないんじゃないかな。あ、でも60点超えたね。後ろの3つ。まあ、こっちは超えてましたけど、こっちの2つが60点超えたので、進捗はあったんですね。
しかしまあ証拠品がね、もうこれほぼ確定したんですよ、この帯留めとブレスレットが。さっきのね、絹代ちゃんがもうバッチシ言ってくれたので、ただでも動かない、まだ聞いていかないといけない人が、だからみっちゃんとあの萩原くんに接触しに行ったんですけども、ポロッと言ってくれるかなと思ったんですけど、言ってくれなかったので、まだ誰かの決定的なフラグが足んないんですね。いやー、もうでもだいぶ佳境に来ましたよね。というわけで、これで終わっておきましょう。西武は4番にしましたよね、今回はね。いや、もうパート100はいかないね、これね。いやー、ただ、私の感触で誰なのかって、今はこれ人間関係の分析でね、私の感触で誰なのかっていう、今のところ、たっちゃんがね、孝太郎さん殺害、孝太郎殺害は立つのっていう線が濃いく私の中ではなってます。俊彦さんはそこまでできそうな感じじゃないです。意外だったのが、もう立野清三郎でつながりがあったんですね、同級生で。孝太郎さんはあの雇ったのはいいんですけど、やめさせたくなったと。そんな感じなんですね。ルイさんは薄いなという気がします、容疑者。ただ結城一馬に関してはルイさん濃いと思いますね。で、あと厚尾のグラスを使って、でも厚尾のグラスを使って結城一馬を殺す理由がないんでね、ルイさんには動機があると思います。ちょっと、でもね、うざがってたところで、迷惑に感じたところで、もう孝太郎さん死んでるから、どうなんだろうね。厚尾くんは結城一馬を殺す理由がないと思うんで、でここでみっちゃんか言い寄られてたってなってるんで、でも言い寄られてたぐらいじゃ、あやさんが最近変な男に引っかかってるという、変な男って誰って、外人この二人、いやそれはありえないわ。わかんないね、まだね。第三の男が出てきそうな感じはしないんですけども、これ以上何とも言えないところですね。お時間が良くなりました。で、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。